皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。中学校の計算問題、今回は乗法公式を利用した計算についてお話します。括弧1番見てください。括弧 2a プラス2括弧括弧 2a プラス5と、で前の部分揃っているので乗法公式使えるんですけれど、もちろん a に係数の2がついていますね。これいっぺんに計算できる人はいいんですけれど、ちょっと計算が苦手という人はこんな風に考えてください。この 2a の部分を一文字の大文字の a と置き換えて考えます。そうすると括弧して a プラス2と a プラス5、こうなりますよね。これ乗法公式を使って括弧を外すと a2 乗プラス2と5を足して7、 a プラス2と5をかけてプラス10となります。この a の部分を元に戻します。 a は 2a ですから、ここを 2a に変えます。と 2a へ括弧してくださいね。2乗足す 7×2a プラス10、これを計算して 4a2 乗プラス 14a プラス10、こんな風に計算することができます。括弧2番、括弧 3x-4y 括弧の2乗とこうなっています。これも慣れるまではこの 3x と 4y の部分をね、別の文字に置き換えましょう。ここでは 3x を a、 4y これを b、 こう置くとこんな風になります。 a-b 括弧の2乗、平方の公式使いますね。これを解くと a2 乗マイナス 2ab プラス b の2乗です。ここで a と b を元に戻します。 a は 3x ですから 3x 括弧の2乗を引く 2×3x 括弧 4y プラス括弧して 4y 括弧の2乗となります。 3x の2乗は 9x2 乗、真ん中は23が6、6424ですから 24xy プラス 16y2 乗と、このように計算できます。括弧3番、括弧 5a プラス2括弧括弧 5a マイナス2括弧、これ置き換えでもいいんですけど、これ和と差の積ですからね、前の部分と後ろの部分 5a と2、こちらも 5a と2で足し算と引き算になってるので、いっぺんにやっちゃいましょう、ね、分からなかったらまあこれね、 5a を a に置き換えてやってもいいんですけれど、つまり a プラス2と a マイナス2と、こうやってa2 乗マイナス4ってやってもいいんですけど、もうこれは簡単なので、いっぺんに 25a2 乗マイナス4と、このようにできるようにしておいてください。では次の問題に移ります。括弧4、括弧 x プラス y プラス3、括弧括弧 x プラス y マイナス1と、こういう式ではこの括弧の中の式で共通している部分を一つの文字に変えます。ここでは x プラス y の部分が前の括弧後ろの括弧で共通しているので、この x プラス y を m に変えて計算してみましょう。そうすると括弧 m プラス3括弧 m マイナス1、これで式を展開します。イコール m の2乗プラス 2m マイナス3になりますね。ここで m の部分を x プラス1に戻します。イコールカッコ x プラス y カッコの2乗プラス2カッコ x プラス y カッコ引く3になって、
これを展開すると x2 乗プラス 2xy プラス y2 乗プラス 2x プラス 2y マイナス3と、このように式が展開できます。括弧5番、括弧 x プラス4括弧の2乗引く括弧 x マイナス3括弧括弧 x プラス3、この場合は、そのままここを展開します。そうすると x2 乗プラス 8x プラス16、この次が大切です。引くとやってここの部分はね、これ x2 乗マイナス9になるんですけど、括弧に入って引き算をします。 x2 乗マイナス9、このようにします。この括弧を忘れると答えが違ってきます。この答えを引くということなので、この答えの部分 x2 乗マイナス9を引くということなので、これを括弧に入れて引き算をします。そうすると x2 乗プラス 8x プラス16引く x2 乗プラス9、ね、ここで符号間違えちゃう人はいるんですけれど気をつけてくださいね。で x2 乗の部分が、消えますね。イコール 8x、16足す9になるのでプラス25、ね、8x プラス25というのが括弧5番の答えということです。今回は乗法公式を利用した計算の仕方、これをやってみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。